これが Baby AGI UI のまあ画面ですね。めちゃめちゃチャット GPT っぽい。1年後に1000万円稼げるビジネスアイデアを考えて何もしなくても勝手にやってくれます。まあ、これがまあ全自動 AI とかのすごいところですね。今日の本題なんですけども、今日はブラウザで操作できる全自動 AI、Baby AGI UI について話をしていこうかなと思います。Baby、まあ、AGI という全自動 AI をこの前 WebSockTV でも紹介しました。 まあ詳しいことはね、そっちの動画を見てもらうと分かりやすいかなと思うんですけど、まあ要はプロンプトとかそういうのを設定しなくてもゴール設定するだけで勝手に、まあ AI が自動的にタスク作ってそれを実行してくれて、で、ゴールまでループして実行していってくれるっていう、まあすごいものなんですけど、まあ一番有名なところだとオート g p t とか、まあそういうものが有名なんですけど、それと同じようなもので、まあ Baby AGI というものがあります。で、まあその Baby AGI の、まあ、UI 版ですね。 まあ、ブラウザで操作できるものができたので、まあ、それをね、実際にこう触りながら、まあ、どういうふうに導入するのかとか、まあ、あとは、何ができるのっていうのを見ていこうかなと思います。ということで、まあ、早速やっていこうと思うんですけど、今日の動画を見てもらうと、Baby AGI とは何なのか、そして Baby AGI UI です。 まあこれが何なのか。で、その導入方法と使い方みたいなところを一通りやっていこうと思うので、興味がある人はぜひ最後まで見ていただければと思います。まあ、まずね、d e エ i a g i が何なのかっていう話をちょっとだけしたいなと思うんですけど、これはさっきも言った通り、まあ設定した目標に向けて自動的に必要なタスクを考えてタスクを実行してくれる。で、さらにその実行結果から新しいタスクを作成してタスクを実行してくれるっていうのを目標達成まで繰り返してくれるようなものですね。はい。なので別に、 まあ、チャット GPT とかだと、毎回、まあ、入力と出力を繰り返す。まあ、要はチャットをするような感覚で、やり取りをするんですけど、まあ、そういうやり取りなしで目標達成までの道のりを自分で考えてくれるというのがすごいところですね。はい。もうついに、シンギュラリティとか、まあ、ドラえもんの世界が近づいてるとかって言われるんですけど、まあ、かなりすごいものだと思います。で、ベビーアイジュの、ベビー a i の特徴としては、まあ、細かいプロンプト必要ないということですね。チャット GPT だと、結構ね、プロンプトを作り込んで、 まあ指示してあげないといい出力を得られないんですけど、まあそういうものがなくても全然大丈夫。まあゴール設定だけしてやればあとは勝手に考えてくれると。まあ基本的に見てるだけで目標達成に向けて処理が進んでいきます。はい。この辺がね、めちゃめちゃ楽なところですね。 まあ今のが Baby AGI の説明ですね。じゃあ今日紹介するのは Baby AGI じゃなくて Baby AGI UI なんですけど、UI の方は何かっていうと、まあブラウザで Baby AGI 使えるようなプログラムになっています。今までね、ブラウザでは使えなかったんですよね。まあこれもこの後でちょっと見せようかなと思いますけど、今までってそのコマンドラインと言われるもので操作をしていかなきゃいけなくて、あのね、いっぱい文字が書いてあるような。 ところで操作をしていくので、まあかなりそれだけでハードルが高かったんです。まあ操作性が非常に悪いと。そういうのに慣れてない人からすると。まあでも今回の BabyAGI UI っていうのは、あの、ブラウザで使えるんで、まあ操作性が非常に良くなっています。チャット g p t とめちゃくちゃ似てます。はい、これが BabyAGI UI の、まあ画面ですね。ま見てもらったらわかるんですけども、めちゃめちゃチャット g p t っぽい感じになっています。はい、まあここにもね、ちょっと書かれてるんですけど、あのチャット g p p みたいな。 感じのデザインっていう風に書かれてますね。もう本当にまんまですよね。ほとんど。えっ、ー、と、これ別に Web 上で動いているわけじゃなくて、まあ自分のパソコン上のローカルで動いているようなものですね。はい。まあこういうのね、簡単に構築できるので、まあこの後で構築方法と使い方みたいなところをやっていこうと思います。はい。ということで、ここからは Baby AGI UI の導入方法なんですけど、まあこんな感じで、まあ、GitHub っていうね、ところで Baby AGI UI のソースコードねっていうのが 公開されています。なので、これを使って自分のパソコン上で作っていく感じになります。で、どんな感じでやっていくかっていうと、まあ、セットアップ手順みたいなところはここに書いてあるので、基本的にはこの通りにやっていってもらったらいいんですが、まあ、それをね、実際にどんな感じでやっていくのかっていうのをお見せしようと思います。はい、そしたらまずは Visual Studio Code 開いてください。まあ、これね、あの、ダウンロードしてない方は、 無料でダウンロードできるのでダウンロードしといてください。まあ AI 関連のものを触るときは割とよくサーバーるし、まあ無料のコードエリターなんでね、まあ持っておく方が便利かなと思います。で、ここでターミナルっていうのを開いてやります。はい、僕は Mac 使ってるんで、Mac でやりますけど、Mac で、えー、っと、コマンド J ですね。もしくはここでターミナル開けるんで、まあ新しいターミナルとかでターミナル開いてください。えー、っと、デスクトップに移動しときましょうか。はい、こんな感じ。えー、っと、CD ですね。 ま、今回 CD デスクトップって言ってデスクトップに移動しています。あの、Windows だとね、若干やり方違うかもしれないですが、ほぼ同じやり方でいけるかなと思うので、ま、ちょっとその辺調べながらやってください。基本的に Mac であるので、あの Mac 用の手順になります。はい、あのデスクトップに移動したのは、ファイルをね、デスクトップに落としてくる方がわかりやすいので、ま、ただデスクトップに作るっていうだけですね。で、ここで、えっと babyagiui のソースコードっていうのをダウンロードしていきます。 でちなみに、まあ今はもともとこのベビー a g i u i っていうのがね、デスクトップにあるっていうので怒られたので、あの、それを消しました。はい、僕はね、さっきちょっと試しに構築したので、まあ同じファイルがあったんですけど、まあ皆さんはね、そんなことないと思います。で、こんな感じで git clone で、まあこんな感じのさっきのね、ベビー a g i u i の、まあ github の url 入れてやるとファイルをダウンロードすることができます。ちなみに、あの git 使えない方は git をダウンロードしておいてください。 はい。Git に関してはね、ここからダウンロードすることができるので、まあ Mac 使ってる方、Windows 使ってる方、それぞれ、まあ Git 使えない方はね、ダウンロードしてください。えっ、ー、と、ダウンロードが、まあこんな感じになればね、完了してるので、えっ、ー、と、これで今ダウンロードしてきた、まあ d a v i a g i u i のフォルダの中に入ってやります。まあさっきのデスクトップ移動した時とよる同じですね。まあ CD チェンジディレクトリでそっちに入ってやります。で、そしたら、ここで、 えっと、今回 Docker っていうのを使ってやっていくので、まあ Docker コンテナっていうのを作ってやります。はい、こんな感じで。まあ DockerComposeUp-D ですね。っていうのを打ってやると、まあ Docker コンテナっていうのが作られます。まあこの辺はちょっとわかんなかったらもう、あ、そういうものが必要なんだなっていうのが思っておいてもらえればと思います。ちなみに、この Docker っていうコマンドを使うには DockerDesktop というのを入れておく必要があるので、まあこれに関しても入れてない方はダウンロードしておいてください。 はい。この辺からね、ダウンロードすることができるので、まあ、それぞれ、えー、っと、Mac、Windows、Linux とかで使えるので。で、これダウンロードしてもらって、Docker Desktop っていうのを起動してもらうと、Docker コマンドっていうのが使えます。はい。で、ちなみに、えっと、この Docker Compose っていうので、まあ、Docker コマンドを使ったときに、えっとね、チェンゲンがありませんみたいなんで、怒られることがあります。えっと、その時の対処法に関しては、まあ、概要欄に貼ってある、まあ、コードとかと一緒に、 まあ対処法みたいなのを書いておくので、まあそれを参考にしてください。まあそれやってもらったら治るかなと思います。はい。まあ権限がないんでね、権限をちょっと与えてやる必要がある人もいるかもしれないです。僕はね、今回別にそんなことなかったんですけど、まあそれに関しても、コードと一緒に置いておくので、ちょっとそれを参考にやってみてください。はい。で、続いては Docker コンテナを作ったので、Docker コンテナを開いてやります。えー、っと、これ、あの、Visual Studio コード開いてると思うので、えー、っと、これの、左下ですね。 左下から、えっと、ドッカーコンテナっていうのを開いてやります。ちなみに、えっと、これをやるときに、おそらく拡張機能を入れてないと開かないと思うので、まあ、これもね、入れておくようにしてください。これですかね。えっと、d i v Containers とか、これを入れてないと多分開けないかもしれないです。はい、もう僕はね、入った状態なんで、あれなんですけど。はい、まあ、ここから拡張機能を入れることができるので。はい、そしたら、実行中のコンテナのアタッチで、 これですね、baby.agi.ui っていうのがコンテナとして立ち上がってると思うので、これ選択してやってください。はい、そうするとどうなるかっていうと、まあ、またね、新しいウィンドウで、こんな感じでビジュアルスタジオコード立ち上がるので、まあ、これで Docker コンテナの中に入れてるような状態ですね。そしたら、えっと、もう一回さっきと同じようなことをやってやってください。えっと、baby.agi.ui の、まあ、ファイルをダウンロードしてきて、で、チェンジディレクトリーで、 baby agiui のディレクトリの中に入ってあります。まあこれもね、コードそのまま実行するだけです。まあ今度は、あの、docker コンテナっていうところのコンテナの中にファイルをダウンロードしてくるような感じですね。ちなみにこんな感じです。コンテナの中にあるファイル。はい、そしたら、次にまた、まあ npm install ということで、えっ、ー、と、これで必要なパッケージっていうのをダウンロードしてきます。まあ baby agiui を実行するのに必要なファイルですね。まあそれを、あの、一括でね、 インストールしてきてくれるので、これやってください。これちょっと時間かかります。あの、いろんなものをダウンロードしてくるので。はい。これで処理終わったので、このまま進めていきます。で、続いて設定ファイルですね。まあ、これもいろんなものを触るときにやるんですけど。えっ、ー、と、ここに設定ファイルがあるので、えっ、ー、と、これですね。まあ、次にこんな感じで、えっ、ー、と、CP っていうコピーのコマンドで、 ま、この .env っていうのを作ってやります。ちなみに別にこれ、えっ、ー、と、名前を変更で、ここのね、後ろの .example っていうのを消してやって .env っていうのを作ってもいいんですが、まあ、コマンドでやる方が楽なんでね、まあ、コマンド概要欄に貼っておくので、それ使ってください。で、この中にね、まあ、見慣れた、こういう API とか設定するところがあるので、まあ、ここで API とかの設定をしていきます。はい、まあ、おなじみの画面ですね。まあ、ここから API を作ってやることになります。まあ、今回は、 ま、名前ね、何でもいいんですが、babyagiUI とでもしときましょう。本当に何でもいいです。まあ、管理しやすい名前ね、つけてやってください。そうするとこんな感じで API キーが取れるので、これコピーしてきてやって、さっきのところに貼り付けてやります。はい、ここのところですね。まあ、ここに今の OpenAI の API キー入れてやります。ちなみにこれ、えっと、映ってますけど、これが終わったらすぐに消してしまうので、ま、映ってても大丈夫なやつですね。あの、みんなは、あの、他の人に公開したら、勝手に使われてしまうのでね、公開しないようにしてください。 はい。あと、まあ、最低限、ここだけ設定してやれば動くんですけど、まあ、パインコーンもね、あるんですけど、まあ、実際に、あの、本格的に使うときはね、これも入れてやってください。はい。まあ、これ入れてやる方がね、精度とかも上がるので、まあ、長期記憶っていうのを持てるんですけど、まあ、そういうのを使うときに必要になる感じなので。はい。パインコーンね。はい。こんな感じで、えっと、パインコーンに登録してもらって、ログインするとこんな感じの画面ですね。API キーっていうところで API 作れるので、まあ、ここで同じ要領で、 えーっと、baby.ji.ui とか。まあ、名前何でもいいので、入れてやって、クリエイトキーっていうのを押してやるだけですね。はい、そうすると必要になるのが、ここのところのエンバイロメントってやつと、あとは、ここを押すと、まあ、API キーね、コピーできるので、これをさっきのところに貼り付けてやれるだけです。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで貼り付けてやってください。あの、別になくても動きます。あの、ここの、 パインコーンに関して。で、最近ですね、パインコーンが多分利用者がめちゃくちゃ増えてることで、なんか登録するのに順番待ちをしなきゃいけなくなってるらしいので、もしかしたらすぐに登録できないかもしれないです。前まではすぐに登録できたんですけど、で、その時は、えっ、ー、と、別になくていいので、ここのパインコーンのやつはそのままにして、えっ、ー、と、オープン a i の API キーだけ入れて、もうそのまま進んでやってください。はい、たまにね、あの、パインコーンのやつ登録できないんですけど、どうしたらいいですかっていうのが、まあ結構届くんですけど、あの別にいらない。なくても全然大丈夫なんで。 はい。で、ここまで終わったらもう設定終わりですね。まあ、この辺もあるんですけど、別にこれこのままでいいと思うので、はい、そのままにしてください。はい。まあ、この辺も別に、とりあえずね、なくても動くので、まあ、とりあえず必要最低限で動かすということで。で、最終的に、まあ、今ね、babyagi, ui の設定まで終わってるんで、これを実行してやります。はい、こんな感じですね。まあ、そうすると今、えっと、右下のところに、まあ、ブラウザで開くっていうので、 ボタンが出てます。なんで、これを押してもらうと、baby-agi-ui がブラウザで開くことができます。はい、ちなみになんですけど、それが出てこなかったら、えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、と、url 書いてあるんで、これをそのまま開いてやっても大丈夫です。http,http コロンスラススラスローカルホストコロン3001ですね。これを開いてやると、あの、同じように開くことができます。はい、で、実際に開くとどんな感じになるかっていうと、こんな感じですね。 ま、今ちょっとライトモードで明るくなってるので、ダークモードにして、黒い画面にします。そうするとこんな感じになります。ちなみに、僕が昨日実行したのとちょっと画面変わってますね。あの、API キーなんですけど、別にここでも設定できるんで、ここで設定してやってもいいです。わざわざ .env 触れるのがめんどくさい人はここで設定してやっても全然いいです。あの、どっちでも変わらないと思います。まあ、ぶっちゃけこっちの方が楽かもしれないですね。まあ、パインコーンとかの設定があるので、 あの、なぜかここでは、この OpenAI の API キーしか設定できないようになってるんで、あの、PyCon に関しては向こうでしか設定できないので、一応 .env で編集するようにしたんですけど、別にここのところに、えっ、ー、と、さっきの OpenAI のキー、こんな感じで入れてやって、セーブしてやってもいいです。はい。まあ、これはね、どっちでも大丈夫です。p ン c o n 使わない人はこっちでやってもらう方が楽かもしれないですね。はい。ということで、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、いろいろ表示されてるんですけど、一応それぞれ何が、 出てるかっていうと、まずここでモデルですね。何のモデルを使うっていうので選ぶことができます。で、基本的にはこれ使うことになると思います。OpenAI の GPT 3.5 Turbo ですね。もうこれです。基本的にみんなが使うのは。で、こっちのダ a ンチデ c h 0 0 3っていうのは、この3.5 Turbo よりも前のモデルですね。まあ前のモデルだし、えっと、料金的にも高いので、まあこっちの3.5 Turbo を使うっていうので、もう覚えておいてもらったらいいです。ちなみに一番上に、えっと、GPT-4 っていうのもあるんですけど、 これに関してはほとんどの人は使わないと思います。今まだこの GPT-4 が API で使える人が少なくて順番待ちになっていて、その順番待ち通らないと使えないので。で、あとここにも書いてあるんですけど、まあ4ね、GPT-4 で高いんですよ。あの、値段が。なので、まあ、この GPT-3.5 ターボからすると10倍なんで、だからあんまり使わないかなと思います。まあ、でも精度的には GPT-4 の方が高いので、GPT-4 使えるんだったらこれ使う方がいいですけど、まあ、その料金的に大丈夫で、これが順番待ち通ってて使えるなら、 まあでも基本的にはこっち使う方がいいかなと思います。そのお試しだからね。はい。まあ僕はね、あの順番待ち通ってて別に料金高くてもいいので、まあとりあえず GPT-4 とかでやってみようかな。で、これがグループの回数ですね。まあ何回ぐらいグループさせるかです。このベビー AGI の説明の時にも知ったんですけど、目標に向かってベビー AGI が自分で考えて実行してっていうのをずっと繰り返すんですけど、まあそれを何回繰り返すのかっていう話です。まあ1、3、5、10、20、50というのと、 あと、インフィニティなんで、えっと、無制限に繰り返すっていうのがあります。で、基本的に重量課金なので、あの、ずっとやってると、料金はどんどん加んできます。なので、この辺はまあ、好きにしてください。まあ、あんまり、インフィニティでずっと無制限にやるっていうのはお勧めしないです。いつまで経っても、延々ループしてしまって終わらないとかっていうこともあるので、まあ、だから、最低でも、なんか50とかにしておく方が、まあ、無難かもしれないです。まあ、なんかね、よっぽど理由があって、まあ、この無制限にしてやってもいいんですけど。 まあこの辺は自分のあれに合わせて決めてやってください。とりあえずね、あの最初なんで別に5とか10とかでもいいと思います。まあちなみに50回ぐらいループするとどのぐらいになるのかってまあ処理によって違うので何とも言えないところですけどまあでも言ってそんなには高くないです。じゃあ50回やったら一発で数千円取られるのかっていうとそんなにはいかないですね。まあ僕の感覚としてうーまあ数百円もいかないぐらいだと思います。そのぐらいだと。まあちょっとどういう処理をするかによるんであれなんですけど。 まあ数百円うの GPT-4 を使ってもそのぐらいってことですね。えっ、ー、と GPT 3.5ターボとかだったら多分、まあ数十円程度だと思います。まあそのぐらい安いんでね。はい。まあ一旦じゃあテストなんで5回ぐらいにしておきましょう。で、ここにファーストタスクっていうことで最初のタスクを入れます。まあ別にこのままでもいいです。あのタスクリストを作るっていうのが最初に入ってるんですけど、別にこれでいいかなと思います。ちなみにこんなのがなかったんですが、今までのベイビーエイジア UI には。まあ、こんなのが新しくできてますね。 一応日本語を翻訳してみましょうか。はい。ということで、このモードでは Baby AGI は Web を検索してスクレーピングすることができますと、しかしそれは実験的な機能なので、常に機能するとは日本語がしくなってますね。まあ、限らないですね。常に機能するとは限らなくて、時には遅くなることがあるっていう感じですね。はい。これ Baby AGI UI なんですけど、Web の検索今までできなかったんですけど、できるようになったんですね。 まあ、オンリー GPT-4 なんで GPT-4 でしかこれ使えないっぽいですね。なんで GPT 3.5ターボだとそれも出てこないですね。ああ、僕 GPT-4 で BBGIUI 使ったことないんで気づかなかっただけですね。なるほど。まあ、そうすると、えっと、全部のタスクが完了するまで終わらなくなるっぽいですね。まあ、これはこれでちょっと試してみたいですが、まあでもとりあえずテストでやりたいので、一旦,旦3.5ターボの方で行ってみますか。まあ、どんな感じで動くのかっていうのを見せたいので。はい、そしたら、えっと、ここのところに、 ま、自分のね、今回のゴールっていうのを決めてやります。はい、じゃあ実際にやってみましょうか。じゃあ今回のゴールはこんな感じにしてみます。えー、っと、1年後に1000万円稼げるビジネスアイデアを考えてというふうにしてみます。はい、まあ、チャット GPT だとね、もっと詳細なプロンプトでこんな感じでっていうのをちゃんと入れていく方が、まあ、精度高く回答出るんですけど。はい、じゃあこれで一回実行してみます。 はい。そうすると、こんな感じで動き出します。まあ、オブジェクティブっていうのが今回のまあ目標ですね。はい。で、タスクリストっていうことで、まあ最初にね、タスクリストを作ってくれています。そうすると、タスクリザルトということで、こんな感じで、タスクの結果みたいなのが出てきます。まあ、日本語にしてみましょうか。そうすると、どんなことが出てるかっていうと、まあ1年後に1000万稼げるビジネスアイデアを考えてってすると、 まあ、現在の市場動向と需要を調査して分析し潜在的なビジネスチャンスを特定します。と。で、収益性の高いビジネスベンチャーのための革新的なアイデアをブレストし生み出しますとか。まあ、そういうことを、えっと、10個ね考えてくれています。まあ、このタスクをやっていって、まあ、このアイデアを考えるって感じですね。はい。で、そしたら、この今回のタスクの結果から、タスクリストみたいなのをまた作ってくれて、 で、その中のタスクリストの一番上ですね。を次のタスクとしてこなしてくれると。で、そのタスクをこなした結果、こんな感じのタスクの結果になりました。まあ、これがずっと延々ループしていくっていう感じですね。はい。もう何にもしなくても勝手にやってくれます。まあ、これが、まあ、全自動 AI とかのすごいところですね。で、今回は、まあ、10回にしてるので、10回終わったら処理が止まるような感じなんですけど、ビ b a g i に関しては、 そのファイルの出力とか今はまだできないので、えっと、これが、これを基本眺めてるだけですね。なので、感覚としては、話し合いを横で聞いてるような感覚に近いかなと思います。まあ、だから後輩というか、あの、人がね、まあ、1年後に1000万円稼げるビジネスアイディアっていうのを考えてる話し合いを、まあ、横で聞いてるみたいな、なんかそんな感じです。 なので、まあ、この辺の出てるものを見て、はあはあ、なるほどっていうのを考えて、まあ、自分の頭でね、最終的に考えをまとめるっていうのは必要になりますね。あの、オート g p t とかは最終的にファイル出力ができるので、あの、最終的な結果とかをファイルにまとめて出してもらうとかができるんですけど、あの、b a b y a イ i とか、そういうのはまだそういうことができないんで、ね、今のところは。うん、まあでも、まあ、これはこれでね、かなり面白いですよね。なんか自分で考えて、勝手にやってくれるっていうのが。まあ、画期的ですよね。もう世界中で。まあ、特にオート g p t なんですけど、もうすごい、 まあ、注目されていて。まあ、まだまだできたばっかりで、2023年の3月終わりぐらいに、このオート g p t っていうのが GitHub 上で公開されたんですけど、まあ、そのタイミングでもめちゃくちゃすごい話題になって、世界中で。はい、まあ、それでね、この BabyAGI とか、まあ、いろんなプロジェクトがまた新しく立ち上がってるんですけど。なので、まだまだできて1ヶ月ちょっとなので、じゃあこれを実用的にどう使うのかとか、なんかそんなにすごいことができるのかって言ってそうじゃないんですけど。まあ、でも本当に、 まあ名前からね、ベイビー AGI という、まあ AGI、汎用人工知能ですけど、まあいわゆるみんながイメージするような AI ですね。もうなんか自分で喋って自走してみたいな、まあそういう AI 想像すると思いますけど、まあそういうのは本当に AGI って言われる、まあ AI、今の AI のもっとすごいやつが AGI なんですけど、まあそれの本当に赤ちゃんというか、まあそういうものがこのベイビー AGI ですね。こんな感じで自分で考えて自走してっていうのをやってる感じです。 はい。ということで、比較のために出してみました。さっきまで見てたのが Baby AGI UI ということで、ブラウザ上で動くものだったんですけど、こっち側が元になってる Baby AGI ですね。もともとはこんな感じでした。まあ、これ Google コラボ上で Baby AGI を動かしているんですけど、まあ、インストールしていって、まあ、これが設定のところですね。API とか設定するところで、で、これを実際に、まあ、実行して、 で、今回目標を Twitter のフォロワーを増やすっていうのを目標にしています。はい、そしたら BabyAGI を実際に実行すると。はい、そうするとこんな感じで、まあ動いていく感じですね。まあさっき見てたブラウザのやつとは全然違いますよね。はい、こんな感じでめちゃめちゃ無機質な感じで並んでいます。もう本当に文字だけがこんな感じで並んでる。はい、なので、まあいかにね BabyAGIUI が見やすいかっていうのが比較してみるとよくわかりますよね。 まあこれがずっとドループして続いていくような感じになるんですけど。まあもともとはこっちのベイビー AGI なんですけど、まあだいぶ使いにくいですよね。まあ一般の人がなかなかね、これを使うっていうのは難しいんですけど、まあベイビー AGIUI みたいな、ブラウザで使えるようになってくるとね、まあもっともっとハードルも下がって使う人も増えるんじゃないかなと思うので。まあなので別にどっちを使ってもらってもいいんですけど、まあでもやっぱりベイビー AGIUI の方を使っていく方が無難なのかなとは思います。まあただ、 えっと、ベビー AGI のこっちの本体の方が、まあ、アップデートとかのスピードは速いと思うので、まあ最新のものをね、なるべく、こう、エラーとかもなくて、改善されたものを使いたいっていう人は、こっちのベビー AGI の、まあ、コマンドラインで動かすものを使ってもらうといいかなという感じですね。まあ、それ以外の人は、普通にベビー AGIUI を今後は使うっていう感じです。あ、終わりましたね。これ。はい、まあ、イテレーションの終了ということで、まあ、反復ループが終わった感じですね。 はい。これ最初のタスクです。まあ、1000万円稼げるビジネスアイデアを考えてっていうことで言ったところをこんな感じで、まあ自分でタスク考えて、タスクを実行してタスクの結果、その結果、まあタスクリストまた作って、それの一番上を実行してっていうのをずっとこんな感じで繰り返してくれています。はい。まあ、なので、あの、途中でも言ったんですけど、結果的にじゃあどうなのっていうのは、この中から自分で拾わないといけないので、まあそれは若干面倒ではあるんですが、まあでも、 あのー、話し合いとかね、ブレストを横で聞いてるような感覚なんで、まあ自分で考えなくても、ある程度の道筋をたって,てくれるので、結構楽なんじゃないかなとは思います。はい、こんな感じでね、何をしたらいいのか、みたいな。市場調査みたいな。まあ日地市場、高所得者、高齢化人口、中小企業とかですね。はい、まあ商品の開発とか。まあ最終的に出してくれてますね。 これが最後のタスク結果ですね。まあこれがちょっと毎回出てくるのかっていうのはわからないですけど、まあ今回は一番最後に、えー、っと私の調査結果は以下の通りですっていうことで出してくれてましたね。まあこれもしかしたら、この最終的なループの前に結果を出してくれるのかもしれないですね。まあそしたらもう大成功ですね。今回のこのタスクは。まあ1年間で1000万円を稼ぐという目標に基づき、潜在的なビジネスの実現可能性分析を実施し、市場規模、 競争収益の可能性を評価化しました。で、調査結果以下の通り。まあ、オンラインコースプラットフォームと、まあ、e-learning 対等に伴い様々な分野のオンラインコースの需要が高まっていますとかね。えっ、ー、と、まあ、y u でとかですね。まあ、そういうのがいるけど、まあ、そういうのをやる。あと、モバイルアプリの開発。e-commerce まあ、そういうことをすると1000万円、1年後に稼げるんじゃないかということで。いや、結構いいんじゃないですか。まあ、全然悪くない。 なんかね、そんなめちゃくちゃなことを言ってない。まあ、果たしてそれが実際できるのかどうかっていうのは、もちろん、あるんですけど、全然そんな無茶な話でもないかなと思います。まあ、もちろん、チャット GPT にね、同じことを投げたら、それはそれですぐに返してくれるんですけど、まあ、やっぱりこうやってちゃんと AI が考えて、まあ、自分でね、こうブレストをして、最終的に出してくれてるっていう、まあ、その過程も全部見れるので、まあ、その辺も面白いですね。はい、これはかなりいい、あれになりました。 はい。ちなみにこれもう一個立ち上げるとかできるのかなやったことないけど。まあできそうですね。もう一個やってみましょうか。同時並行で。えー、っと、じゃあ今度は GPT-4 を使ってみたいと思います。GPT-4 を使って、じゃあ今度はこの Baby B-A-G-I モードというのを使ってみましょう。で、前に AutoGPT でもちょっとやったことあるんですけど、まあオセロゲームの Python コードを組んでっていうのをやってみたいと思います。まあファイル出力できないので、最終的には手動でまとめなきゃいけないのかなと思うんですが、 ま、どんな感じになるのかなちょっと見てみましょう。ちなみに、これ、僕もやったことないです。あの、OtoGPT の時は、最終的にはちゃんと動くコードを作ってくれたんですけど、まあ、BBAGI ではどうなるのかっていう感じですね。はい、ま、ちょっきとね、流れ的には同じですね。まあ、こんな感じで、タスクを作ってくれて、で、そのタスクの結果、っていうのをこんな感じでまとめてます。はい、まあ、重量課金なんでね、どんどんお金かかっちゃうので、まあ、この辺は気をつけてほしいですが、 はい、そしたら、お、すごい。わかりやすいですね。タスクリスト。チェックが入ってますね、ちゃんと。<laughs> はい、この辺がやっぱ見やすいですね。これ、もともとの、まあ、その、今、ベビージア UI なんですけど、まあ、UI になる前の、ブラウザで使う前のコマンドラインだったらこんなの絶対なかったので。あ、今、二つタスクが終わった感じですね。ああ、こんな感じで、コード書いてくれてますね、ちゃんと。 はい。で、これもまた新しいコードができましたね。何のコードかっていうと、ま、オセロ版を表示する Python 関数というものを書いてくれた感じですね。ま、あの、格子上のオセロですね。あれの盤面をこのコードで書いていると。ま、こんな感じで続いていく感じですね。うんうん。ちゃんと進んでってますね。オセロゲームのプログラムに関しては。 まあこれね、オ t o g p t とかだと、これを自動的にファイルに出力してくれるんで、後で自分がコピーしたりっていう手間がないんですけど、b a b y g i はそれができないので、まあそれを自分でやんなきゃいけないって感じですね。ちょっともう一個立ち上げますね。なんかどうも Web 検索できるらしいので、試してみたいと思います。ただ、それも実験的なものなんで、まあベータ版なんでまだ実際動くかどうかわかんないんですが、えっ、ー、と、今回やってもらうのは、 ちょっと Wikipedia の URL を投げて、要約してもらおうと思います。まあ、このページを要約してっていうことで、まあ、大谷翔平選手の Wikipedia の URL を貼ってみました。果たしてこれができるのかできないのかもわかりません。はい、日本語にしてみましょう。ということで、まあ、まあ一回ね、同じですけど、タスクリストをこんな感じで作ってくれます。まあ、大谷翔平のウェブページの内容を読んで理解してください。 はい。まあ、これベビー AGI だけに言える話じゃないんですけど、他の、ま、a u t g p t とかエージェント g p t とか、まあ、全部の、ま、全自動 AI とか、まあ、自立型 AI って言われるものそうなんですけど、結構ね、この AI 側が考えてる時間が長かったりするので、まあ、なんで僕は個人的には割と同時並行で走らせちゃうことが多いですね。待ってる時間がもったいないので、まあ、いろんなことを同時並行でやってると、こんな感じでいろいろ進んでいくので。まあ、これに関してエラー出ちゃいましたね。 うん。やっぱりダメっぽいですね。Web ページを見るっていうのはダメっぽいので、検索をさせてみようかな。こんな感じにしてみたいと思います、今度は。えっ、ー、と、大谷翔平の2023年の活躍を教えてっていう感じにしています。まあ、そうするとどういう処理をするのか。まあ、o t g p t とかでこれをやると、おそらく Google 検索して、まあ、情報収集すると思うんですが。まあ、BBAGI ではどうするかですね。 まあやっぱりそういう感じではない,ないっぽいですね。Web で検索してっていう感じではなくて、あくまで予測してっていう感じみたいですね。はい。まあ止めましょうか。これに関しては。まあうまいこと、検索とかはまだできないっぽいですね。その時々でね、もちろんタスクの内容も違うので、まあ検索できる人もいるかもしれないですけど、なんかそんなんでいったら、またコメント欄とかでね、教えてください。はい。まあということでね、まあ一応こんな感じでやって、 見てみましたちなみに、このベビー a g i を作ったのは、えっ、ー、と、中島さとしさんという方の息子さんですね。はい、この方、Windows95 とか、あのインターネットエクスプローラー3.0とか、まあ4.0も確かそうなんですけど、あのもっとマイクロソフトの人で、まあそういうのを作っためちゃめちゃ有名なエンジニアの方なんですけど、まあその方の、えっ、ー、と、長男の方ですね。長男さん、中島洋平さんという方が作ったらしいです。すごいですね。 はい。まあもちろんね、まだまだ、じゃあこれを実用的にね、どこまで使えるのかとか。まああの YouTube のコメントではね、前にも来てましたけど、オセロのゲーム作ったところでお金にはならな,いならないじゃないかっていう話があったんですけど、いや、それはもちろんそうなんですけど、まあでもまだまだ立ち上がったばっかりのプロジェクトなんで、まあそんな1ヶ月数ぐらいでしか取ってないようなもので、じゃあ実用的に使ってガンガンお金を稼げるかっていうと、それは難しいと。 まあでも、こういう発想とかアイディアとか、あとは技術っていうのを使って、どんどん今の AI が発展していって、まあ実際にね、その実用的なものがこれからガンガン出てくると思うので、本当にこれから楽しみだなと思っています。はい、そんなこんなで今日はベビー a ビ y AGI UI ですね、の組み方とか、まあ導入方法ですね、導入方法と使い方っていうのをやってみました。まあ今までコマンドラインとかでね、ちょっと使いにくくてハードル高かったなっていう人はぜひ、まあ今回の機会にね触ってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、個人的にはかなり はい、おすすめですね。えっと、今後も最新 AI についてどんどん解説をしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。 ブログのノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する API ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。オセロリエムのバイソンコードを組んでというお願いが ま、ベビーエジの方で終わったので、まあ、ちょっとね、軽く見ていこうかなと思います。えっ、ー、と、目的としては、オセロゲームの Python コードを組んでということでお願いをしました。で、最初のタスクが、ま、タスクリストを作成するですね。はい。あ、ちなみにこれ、もともとは英語で出てきてるんですけど、それを日本語訳、サファリの機能で日本語訳してる感じですね。 そうすると、まずこんな感じでタスクを作ってくれました。まあ上からね、ボードを定義し、開始部分を初期化する、ボードを表示する機能を作成するとかっていうのを、まあ10個ね、タスクを作ってくれています。はい。で、こんな感じで、まあタスクをね、どんどんこなしていって、こんな感じでタスクリストとして、まあ終わったか終わってないかっていうチェックリスト、チェックまで入れて、まあ完了したタスクの数1とかで、タスクがどんどん進んでいく感じですね。で、こんな感じで、まあ Python なんでね、Python のコードっていうのがどんどんこうやって出来上がっていきます。まあ順番にね、進んでいくような感じです。 まあ基本的にはまあこれがずっと続いているような感じですね。でまあ別にプログラムの勉強じゃないんでね、特に解説はしないんですけど、最終的にはこんな感じで、えっ、ー、とタスクリスト、えっ、ー、と11個ですね、全部すべて完了した状態で、すべてのタスクが完了しましたっていうのでタスク終わっていました。なんかそんなに長くはなかったですね。まあずっと眺めていたわけではないんですけど、そこまで長くずっとやられていたわけではなかったですね。で、実際にまあじゃあここで組んだやつ動いたのっていう話なんですけど、 えっと、そのコードがこれになります。で、えっと、結論を言うとですね、えっと、動きませんでした。<laughs> 動かなかったです。組んだやつは。ただ、えっと、組んでもらったやつ動かなかったんですけど、チャット GPT に突っ込んでですね、えっと、バグを修正してっていうのを修正してもらったら、ちょっと修正したら動くようになりました。それがこれですね。これが修正した後のやつですね。えっと、Google コラボっていう、まあ、その Python とか動かせるところに突っ込んでみました。はい、で、実際に、 やってみましょう。そうすると、こんな感じで出てきます。できてますよね。えっと、ベイビー AGI が組んでくれたのをチャット GPT でちょこっと直したやつですね。はい、そうするとこんな感じで、オセロの盤面みたいなのがこんな感じで表されています。まあ、p y なんでね、ちょっと見にくいですけど。まあ、十分オセロって感じですよね。えっと、W がホワイトで、B がブラックですね。白黒のやつで、こんな感じで中央に最初あって。で、まずはブラックからなんですけど、ブラックが起きるのが233245っていう感じで。 まあ、それぞれ、えっと、ここの行と列ですね。行列の番号になっています。なんで、試しにやってみましょうか。えっと、じゃあ、23を置けるんで、23って言ってみましょう。23って打ちます。はい、そうするとこんな感じで進みましたね。えっと2、2の3なんで、ここに今、えっと、ブラックが置いたってことですね。ね、ブラック置いてるんで3、3の3のここの、もともと白だったやつが、ここが黒に反転して、えっと、黒になっています。 はい、続いては白なんで、えっ、ー、と、白ですね。で、白が置けるのが、えっ、ー、と2、2の4とか置けるんで、まあ、ここに出てるのが置けるとこですけど、2の4とか打ってみましょう。はい、2の4。はい、そうするとこんな感じで。今、ここに白置いたんですけど、ここが入れ替わりました。こんな感じでできますね。次黒なんで1、1の5とか、いけますね。1の5。はい、どうですかちゃんとオセロゲームになりました。 まあ、オート GPT でもね、同じようなの作ったし、まあ今回はね、めちゃめちゃ単純に作っているので、あの、コンピューターがオートでやってくれたりとかじゃなくて、どっちも自分が置いていくような感じになってるんですけど、当然そういうのは、コンピューターね、えっと、相手側は自動的に置いて、みたいなことをやればそういうこともできるかなと思います。はい。まあ、ということでね、一応、ベビー AGI で組んだやつは動きましたっていう報告ですね。あの、この、まあ、Google コラボのやつ自体は置いておくので、まあ、興味ある人はね、 あの、見に行ってください。まあ、概要欄にコードとか貼っておこうかなと思います。どうですか ?baby-agi-ui。まあ、チャット GPT と同じような画面ということで、なんとなく安心感もあるんじゃないかなと思います。いや、使いやすいですね。こんだけ、なんか、がっつり使ったの初めてですけど。で、最終的にちゃんとした結果も出してくれたし、いや、なんかかなりいいんじゃないかなと思います。まあ、今、今回 GPT3.5 パーボですね、使ったんですけど、 まあ、オート GPT とかで GPT-4 とか使ってる限りはですね、やっぱ GPT-4 の方が圧倒的に精度高いですね。なんか GPT-3.5 ターボとかだと、まあもちろんそれでもさっきみたいにちゃんとできたりはするんですけど、でもやっぱり変なところでループ入っちゃったりとか、なんか、ああ、どっち行くんですかみたいな変な方向性。 にね、行っちゃったりするんですけど、GPT-4 の方がそういう変なループに入ったりとか、エラーとかも少なくて、ちゃんとしたものを返してくれるので、やっぱり GPT-4 使えるんだったら GPT-4 使うべきかなとは思います。まあでもさっきも言ったんですけど、コスト的にも高いし、あとは、まあ順番待ちに登録して、それ承認されないといけないので、僕でも承認されるのに1ヶ月以上かかりましたね。多分3月中旬ぐらいに申請して、えっと4月の後半ぐらいに通ってるんで1ヶ月以上かかってるんで、はい。なので、 まあしかも、全自動 AI はね、どんどん自分でループしていくっていうので、重量課金にどんどんかかっていくので、なので僕は割と、その API の使用上限を上げたんですよね。もともと120ドルなんですけど、一番高くても。そこまでしか使えないようになってるんですけど、なんで1万円ちょっとぐらいですかね、1万5千円ぐらいですかね、日本円にすると。でも僕、それじゃあ全然足りなかったので、えっと、上限を1000ドルにしたんですよ。なんで10万円ぐらいですか はい。まあ、ガンガン使っていこうと思うと、あの GPT-4 とかを、まあ、そのぐらいないと使えないのかなっていう感じで。まあ、でも GPT-3.5 ターボとかだったらそんなにいらないです。あの、分回したところでそんなに使えないと思います。僕は1日に何時間も結構分回すので、まあ、仕事からね。まあ、何ができるんだろうとか試すのに、そんなことをやるんで、そんだけ上限上げたんですけど。はい。まあ、割とこうビビってね、あの、どんだけお金かかるかわからないから怖くて使えないみたいな人もいると思いますけど、まあ、そんなに心配ないです。あの GPT-3.5 ターボを数時間分回したところで、 はい。まあ、言っても数百円ぐらいのレベルなんで。はい。まあ、そんなね、あのー、怖がらずに使ってほしいなと思います。えっ、ー、と、アラジンさん。こんばんは。最近あげていただいているチャット GPT 関連の動画が参考になりますと。今、プログラミングの勉強してて慣れないコード作,作業に疲弊してましたが、先日、永地さんの GitHub コパイロットの解説,解説動画を見たときは、プログラム素人の私も目からウロコでした。はい。すごいですよね。マジですごいと思う。僕も使ったとき、マジでびっくりしましたね。ね すごいすごい。なんか本当にプログラムの書き方の概念変わりうなと思いましたね。まあもちろん何にもわからない人が組むとかはできないんですけど、あくまで支援なんでね。支援ツールみたいな感じなんですけど。いや、それでもかなり楽だなと思いますね。えー、っと、はぐたろうさん。AI やらない人に限ってテレビの言うこと真に受けて使えん危険っていう。ああ、まあそうですね。そうですね。 まああんまりよくわかってないからっていうのは大きい気がしますけど。そうだなぁ。めっちゃすごいんだけど <laughs> こんなにすごいものを。僕は、一発でめっちゃすげえなと思いましたけどね。チャット GPT とか使って。それは今まで、まあ18年ぐらいブログやってきて、まあ2005年から僕ブログやってるんですけど、やっぱその時からなんか SAI みたいないっぱいあったんですよ。まあ AI っていうか普通にツールみたいな。 ツールみたたいいいいななのがっっっぱぱあんんでですすけどやっぱ AI じゃないんですよね普通にだから文章生成するみたいなのも、なんか元になる文章みたいなのがもう用意されてて、なんかそれの単語を入れ替える。ただランダムでその辞書の登録されてる感じで入れ替えるみたいな。そんなんだったんですけど、まあ AI でも何でもないわけですよ。だからそんなのをずっと見てきてて、なんか全然使えないものが多かった中で、やっぱチャット GPT ってね、それなりの文章返してくるじゃないですか。 いやだからこれはとんでもないなと思ったんですけど、でもやっぱりそうじゃない人もいるんですよね。こんなん全然使えないっていう人もめちゃくちゃいて。えー、こんなにすごいのに使えない逆に大丈夫みたいな <laughs>。ま、しかもあとは、なんだろう例え話としてね。この前の、な、何で言ったんだろう ?DBAGI かなかなんかで言ったんですけど。 いや、これはすごいと。まあ、あの、自動 AI みたいなのが今すごい流行ってて、まあ、一番オート g p t っていうのが流行ってるんですけど、それが何かっていうと、その ChatGPT みたいにプロンプトを入れて、それに対して出力をしてもらうっていうものじゃなくて、目標設定をする。まあ、とにかく、えっ、ー、と、何かをリサーチしてほしいとか、何かのブログ記事を書いてほしいっていうんだけやると、あとは AI の方でそのタスクの作成をしてくれて、優先順位をつけてくれて、で、そのタスクをこなしてくれて、さらにその結果、タスクを作ってくれて、 で、タスクを実行してっていうのを目標達成までずっとループしてくれるものがあるんですよね。まあ、これオート GPT とか、えー、っと、ベビーエージェアみたいな、そんな感じなんですけど。で、その話を、えー、っと、した時にね、例え話として、いや、これはめっちゃすごいと。まあ、いわゆるみんなが思ってるような人工知能にめっちゃ近くて、あの、秘密道具の使えないドラえもんみたいなものがついにできてきたっていう話をしたんですよ。っていう話をしたら、そしたら、 いや、秘密道具使えないドラえもんなんて何の役にも立たんやろってなことを言ってる人がいたんですけど、いや、そういうことじゃないんですよ。<laughs> そういうことじゃなくて、いや、そもそも秘密道具使えなかろうが何だろうが、自立して自分で考えて受け答えするっていう時点でもうめっちゃすごいわけじゃないですか、その時点で。 いや、マジでするとですよ <laughs>。その人がそんな考えて言ってるわけじゃなくて、そこだけを取って、いや、確かに、あの、秘密道具も使えないドラえもんとかって言われたら、その AI とかに触る前だったら、確かに僕も同じようなこと言ってたと思うんで、別にそれについてなんかそんなイライラしてるとか別にないんですけど。いや、でもめっちゃすごいやん。それだけでめちゃめちゃすごくて、それの、わかんないけど、スタートというか、種になるようなものがもうすでにできてるってすごくないですか普通に。 いや、マジで。だから、伝わんない人というか、わかんない人は本当わかんないんだなと思って、この凄さが。こんなに世界中で騒がれてて、ねニュースにもなってるわけじゃないですか。散々ニュースになってて、で、その、オープン AI の代表のサム・アルトマンが、岸田翔と、とかって、そんなどうでもいいことで、総理大臣、合わないでしょ。<laughs> そんな、できたばっかりのもんで。 って思うんですけどね。その世界中の頭いい人たちが、もうそれに取り組んでるわけじゃないですか。まあメガテック企業、マイクロソフトも、グーグルも、えー、っと、アマゾンも、メタも、まあ、どこもかしこもやってるわけで、まあそれこそね、中国だって、あの、アリババとか、テンセントとか、そういうところだって、みんな AI やってるわけですけど、そんなすごくないものに、みんなそんなにフルベッドで、 我先にってやらないんでしょで、その世の中のトップオブ頭いい人たちがそこに集まってそんなことやってんだ。いや、だから、ね、そういう人たちって絶対、まあ自分たちが、まあ自分たちがって言ったらあれかもしれないですけど、僕とかが考えられるような未来よりももっともっと、えー、っと、先のことを考えられてると思うので、まあ桁違うわけですよ。頭の良さで言うと。だから、 なんかそんなすごくないわけないと思うんですけどね。そんなすごくないものに数千億円とか1兆円とか出さないんでしょっていう。<laughs> えっと、人間、人間理解できてある程度できる状態が一番楽しいと完全できるようになって同じことを繰り返すようになると飽きるんだよな。いや、めっちゃわかる、それ。ちょっと話が逸れるかもしれないけど、割と僕は、ね、悩んでもないんですけど、自分の良くないところだなと思うんですけど、 基本的に01めっちゃ好きなんですよ。01がめちゃくちゃ好き。だから新しいものを触るのめっちゃ好きだし、新しい事業の立ち上げもめっちゃ好きなんです。だからこんな事業を思いついたからこれをやろうって言って、それを形にして、それを仕組み化して、で自分がいなくてもそれが回るようにするみたいなところまでやるの、まあ自分で言うのもなんなんですけど、まあ得意なんですよ。すごい得意なんです。でもね、良くないのが、その後の興味関心が続かないんですよね。 要はその状態になっちゃったら、もう別に自分関わらなくていいやってなって、別のとこに興味関心向いちゃうんです。だから01めっちゃ好きだけど、1を5にするとか、5を10にするみたいなのがめっちゃ苦手。なんかもういいやってなっちゃうんですよね。だから興味関心がなくなるっていうのはちょっと違って、別の新しいものに興味関心が移っちゃうんですよね。そっちの方が面白そうなんで。ちなみに、これ、まあ昔から、 あそういうとこあるなって思ってたんですけど、なんか別にあ、まあまあそういうこともあるよねぐらいしか思ってなかったんですけど、一年ぐらい前かな。に何かで知ったんですけど、そういうのって名前がついてて、えっと、マルチポテンシャライトって言うらしいです。そのどん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 、次に、次に好きなものとか、興味関心が移っていくみたいなもの。ただ移っていくだけじゃないんですよね。ある程度はやるんですよ。ある程度はやるんだけど、そうするとその次に移っちゃうみたいな。 マルチポテンシャライトっていう言葉があるらしくて。あ、それだと思って。めちゃくちゃ。で、本読んだんですよ。本があるんで。ここにはないかな。あ、めっちゃハマってました。あ、それですね <laughs> あ。別にあれですよ。病気とかそういう話じゃないです。まあ、YouTube にもね、そういう動画があるんで。あの、よかったら見てみてください。マルチポテンシャライトで調べっちゃっております。 仕事は01が難しいし、エネルギーたくさん使って大変だなと思います。いや、そうなんですよね。そうなんですよ。そうそうそう,そう。いや、そうなんですよ。まさに。なんか、01が好きとかって言ってるけど、でもめっちゃしんどいと思うんですよ、毎回。毎回めちゃめちゃしんどいと思うけど、なんかやっちゃうんですよね。だから、富士山登るのと同じですよ。富士山登ったことありますかみんな。まあ、僕は大学が静岡の方だったんで、割と富士山登る機会ってあって、何回も登ってるんですけど、富士山って、やっぱめっちゃしんどいんですよ、登ると。 でもめっちゃしんどいけど、やっぱその、まあ、特に夜中とか登って、明け方とかを富士山のね、まあ、山頂じゃなくても上の方から見ると、やっぱすごいですよ。なんか大変なこととか吹き飛ぶぐらいの感動があるというか。だから、あの、しんどくても、しかも人間ね、やっぱね、アホなんで、<laughs> 人間アホっていうか、まあ、僕とかは、 アホなんでしばらくすると忘れるんですよ。そのしんどかったことっていうのは。なんか富士山登って、あの、その時はしんどいし、登ってる時は。あの、終わっても、あしんどかったな、もうやめようとかって思うけど、ただ一年とかすると、あまた登りたいなとかと思う。あの、01も同じです授業の01も。しんどいですよ。めっちゃしんどいし、毎回大変なと思うけど、まあでも、またやりたくなる。なんかそのしんどかったとかっていうよりも、なんかそれをやったら楽しいなとか、 こんな風に変わるだろうなとか、そういうのが、まあみんなが喜んでくれるとか、こういう人が助かるだろうなみたいなのが、を想像するとそっちの方が楽しくて手出しちゃうみたいな <laughs>。まあそれで失敗することもめっちゃありますけど、そんな上手くいくことばっかりじゃないし。